それでは、ジャックス・フラックス入門と題しまして、中井さんよりお話しいただきます。中井さん、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。Google クラウドの中井です。本日はよろしくお願いします。はい、それでは私からはこちらのタイトルですね。ジャックス・フラックス入門ということで、約30分ほどお話をさせていただきます。まずこちら、いつもの自己紹介スライドになります。現在 Google クラウドでソリューションズアーキテクトという仕事をしています。基本的にはすでに Google クラウドをお使いいただいている技術者、エンジニアの方々に、様々な形で技術支援や技術情報をお届けするという役割になります。で、本日のテーマがジャックス・フラックスということなんですけども、少しだけ背景をお話しさせてください。今、機械学習、ディープラーニングに使える様々なオープンソースのライブラリーやフレームワークがありますが、Google といえば、やはり TensorFlow や Keras が有名じゃないかと思います。ところが実は最近、Google の人々から JAX という新しいライブラリーの名前を聞くことが増えてきました。これ、あくまで一例なんですけども、今年の6月に公開された Google クラウドの公式のブログ記事の一つになります。ちょっとこの記事の内容は置いておいて、記事の一番冒頭部分の1行目の文章に注目してください。これ赤線引いてある部分なんですけども、読んでいただくと分かるように、何か非常にこう魅力的な言葉が並んでいますよね。この JAX って何か新しいすごいフレームワークのような気がしてきます。ただとはいえ、まだ実際に JAX 買ったことがないという方からすると、一体これ何だろうと、実際どんなもので何ができるんだろうと、そんなふうに思っている方も多いんじゃないのかなと思います。今日はまだ JAX 買ったことがないという方のために、簡単にちょっとこの JAX の概要、どんなもので何ができるのかというのをお話したいというふうに思っています。で、まずこちらに、そもそも JAX って何ですかっていうのをもう簡単に1枚のスライドにまとめておきました。一番上に書いてありますが、実はこの JAX というのは、もともとは Google の AI 研究チーム、いわゆる Google ブレインのメンバーが自分たちの研究用に開発した、新しい数値計算のライブラリーということになります。機械学習の処理というと、やっぱり一番ベースとなるのは、様々な数値計算処理ということになるので、そういった数値計算を GPU や TPU といったアクセレーターを使って高速に実行するためのライブラリーということになります。これ使い方が非常にユニークというか簡単で、Python の数値計算ライブラリー NumPy とほぼ同じなんですね。NumPy を知っていればすぐにこの JAX を使い始めることができます。ただ、NumPy と何が違うかというと、NumPy ご存知の方はご存知だと思うんですけども、実は GPU とか TPU といったアクセレーターに対応していないんですね。基本的には CPU 上でしか数値計算ができないので、例えば機械学習の前処理程度には使えるんですけども、本番の学習処理、トレーニング処理を NumPy でやろうとすると、なかなか厳しいものがありました。この JAX というのは見かけは NumPy と同じなんですけども、この後説明するように GPU や TPU といったアクセレーターを使って数値計算をすることができるので、実際の機械学習のトレーニング処理、学習処理のベースとしても利用することができるという形になります。で、さらにこの JAX 固有の独自の機能もいくつかあります。重要なのはこの下に青字で書いたこの2つの部分ですね。まず1つ目が JIT コンパイラーといって、Python で定義した数学的な関数を、事前に GPU や TPU といったアクセレーターに最適化されたバイナリーに事前コンパイルして実行することができます。で、そして2つ目がこの自動微分というやつですね。これも普通に Python で定義した数学的な関数を、ある関数一つ実行するだけで簡単に微分計算することができる。機械学習ご存知の方であれば、勾配ベクトルと言った方が分かりやすいかもしれませんが、この勾配ベクトルがすぐに計算できるというものになります。この後実際にどんなふうにできるのか、具体例をお見せしたいと思います。はい。で、続いてなんですけども、
まあ、今の説明から分かるように、JAX というのはあくまでも機械学習のベースとなる数値計算のためのライブラリーなので、それだけで何か機械学習の処理、ニューラルネットワークを定義したり、勾配効果法でこう学習していくといったことができるわけではありません。実際にはこの JAX をベースとしたさらに上位のライブラリーと組み合わせて機械学習の処理を進めていくことになります。で、ただこれオープンソースの世界の面白いところなんですけども、今結構いろんな種類のライブラリーが登場しているんですね。まあ、JAX をベースとした上位の機械学習のためのフレームワークということになります。まあ、ただあまりいろいろ紹介しても皆さん混乱するかもしれませんので、今日は比較的よく使われる典型的な組み合わせパターンということで、この下の3つですね。JAX、FLAX、OPTAX、この3つを組み合わせた使い方を紹介したいと思います。で、実際この3つを組み合わせた時のそれぞれの役割分担がこちらの図になります。ちょっといきなりこの図を見せられてもごちゃごちゃして分かりにくいかもしれませんが、まあ、この後順番に JAX、FLAX、OPTAX、それぞれの役割を説明していきますので、その説明を聞いた後でもう一度この図を見ていただければ、なるほどなと、そういう組み合わせになるのかというのがお分かりいただけるかと思います。はい、さあ、それでは順番にご紹介していきましょう。まずは一番ベースとなる数値計算処理のためのライブラリー、JAX になります。で、JAX の特徴として先ほど、勾配ベクトル、微分が簡単に計算できると言いました。これ、まあちょっとしたお遊びの一例なんですけども、この左にあるような山と谷が組み合わさった、こういう数学的な関数を計算して、その勾配ベクトルを JAX で計算して、またマットプロットリブを使ってビジュアライズする、その結果が右側のグラフという形になります。ちょっとこのグラフを作るためのコードをご紹介してみたいと思います。これコードの全体は、この下の URL ですね。こちらを、クリックしていただくと、Google コラボラトリで実行可能なノートブックスの形式でコード全体が公開されていますので、まあ、ご興味ある方はちょっとこのリンクからノートブックを開いてコード全体眺めて、まあ、ご興味あれば実際に自分でも実行してみてください。はい、今回はちょっとポイントとなるところだけを抜粋してご説明していきたいと思います。今もうパッとスライドにコードが出てきましたが、まずはこの青い四角で囲まれた2つの部分に注目してください。まず1つ目のこの上側の箱は何かというと、これまあ中身は普通の Python の関数です。Python の関数として、ある計算をする数学的な関数を定義しているという形になります。まあ、計算の中身、数式で書くと、こういった三角関数、サインを2つ組み合わせた関数で、まあ、先ほどの山と谷がこう組み合わさった、そういう図形の関数になります。で、対応するコードの中身を見ると、普段NumPy 使っている方はピンとくるんじゃないのかなと思います。もしこの数学の関数を NumPy で実装するんであれば、この部分ですね、NumPy の三角関数、サインを使って、np.sin と多分書くんじゃないかなと思います。ただ、今回は NumPy ではなくて JAX を使っていますので、np. の部分が jnp. に変わっています。この jnp. の中身は上のインポート文で定義してある通りなんですが、ちょっとこれややこしいんですけども、JAX のライブラリの中に JAX 版の NumPy モジュールが含まれているんですね。まあ、今回はこの JAX に入っている JAX 版の NumPy モジュールを JNP という名前でインポートしていますので、まあ、ここにこの JNP というキーワードが来ているということになります。まあ、今まで NumPy で実装したコードがいろいろあると思いますが、基本的には NumPy の np. という部分をこの JAX 版ですね、JNP に置き換えていただければ、それですぐに JAX に移行できるということになります。はい、これで数学の関数が定義できましたが、次はこれを微分して勾配ベクトルを計算する部分ですね。それがこの下側の青い小さな四角になります。もうこれ本当に簡単で、JAX が提供するこの JAX グラッドという関数に、先ほど定義したこの H っていう関数を代入すれば、それで終わりです。
もうこれだけでこの H という関数の勾配ベクトルが計算できてしまいます。今これ引数2つ目のところに0、1とありますが、これは微分する変数の指定ですね。今この H という関数は変数が X1、X2、2つありますが、まあ、0番目と1番目それぞれの変数で微分して、まあ、まさにこの勾配ベクトルが計算されるというような結果になります。で、あとはこの得られた関数を matplotlib でビジュアライズすれば、先ほどお見せした、はい、こういった図形がグラフが得られることになります。勾配ベクトルっていうのはこう山を登っていく方向を指し示すベクトルですので、まあ、この左と右の図を見比べていただけると分かるように、まさにこれ谷底からこう這い上がっていって山の頂上に向かって登っていく勾配ベクトルが正しく計算できるというのがお分かりいただけると思います。まあ、という感じで一応勾配ベクトル計算はできたんですけども、実はこのコードの中ではさらに計算を高速化するためにもう一工夫しています。それが先ほどご紹介した JIT コンパイラーですね。事前コンパイルの機能になります。はい、こちらのスライドで事前コンパイルの機能を簡単にご説明したいと思います。まず皆さんご存知のように Python は基本的にインタープリター形式の言語ですので、コードを実行すると何が起きるかというと、この関数の中の一行一行を順番に解釈していって、でそれぞれの処理に対応する同じ処理を実行するバイナリーが事前に裏で用意されていますので、対応するバイナリーをそれぞれ順番に紐付けて呼び出していくと、そういう流れになります。でもちろんこれJAX を使う場合は裏に用意されているバイナリーも GPU とか TPU に対応していますので、まあ、特にこの事前コンパイルを使わなくても GPU や TPU で計算することができるんですけども、まあ、さらにこの事前コンパイルを組み合わせることによってより最適化されたコードが実行できる、より高速に実行できるということになります。どういうことかというと、この事前コンパイル機能を使うと、この関数の中身を1行ずつ順番に解釈していくのではなくて、もうこの関数全体をまとめてあらかじめ一つのバイナリーに変換してしまう、関数全体を一つのバイナリーに事前にコンパイルするということができます。まあ、それによってコードの中身を順番に解釈して呼び出していくっていう、その手続きのオーバーヘッドが減りますし、さらにバイナリーを作るときの、何でしょうね、より深い最適化が可能になります。これ、この関数全体をコンパイラーが解釈して、こことここの処理は一緒だからまとめちゃおうとか、この処理は実はこの順番で計算した方が早く実行できるよね。まあ、そういった最適化の処理をいろいろ組み合わせて、この関数全体をなるべく高速に実行できるように、まあ、そういう最適化が施されたバイナリーが得られるという形になります。まあ、というわけで、一旦この事前コンパイルでバイナリーが得られてしまえば、あとはもうこの元の Python の関数は関係なくなるんですね。この関数を呼び出したい場合は、入力データをこのバイナリーの方に与えれば、GPU や TPU などのアクセレーターを使って高速にこのバイナリーで計算できる、計算結果が即座に返ってくると、こういう使い方になります。で、実際にこの事前コンパイル機能をどうすれば使えるかなんですけども、これもまた簡単なんですね。方法が2つありまして、1つがこの上の青い四角ですね、Python のデコレーターか、デコレーター形式でこの JAXJIT という指定をくっつけます。これをくっつけてあげると、この直後で定義されたこの関数全体に対して先ほどの事前コンパイル機能が適用されます。この関数が最初に実行されたタイミングで自動的にこの関数全体の事前コンパイルが行われるという形になります。で、もう一つのやり方がこの下の青い箱の部分ですね。先ほどこの JAX グラッドという関数を使って関数 H の勾配ベクトルを計算する新しい関数をジェネレートしましたが、まあ、そうやって得られた関数をこの JAXJIT 関数にさらに代入することによって自動的に事前コンパイルの機能が適用されるという形になります。まあ、普通にこの DEF 文で自分で関数を定義した場合は
デコレーター形式で指定して事前コンパイルする。まあ、何か他の関数の返り値として新しい関数が得られた場合は、その返り値を JAXJIT にさらに代入することで事前コンパイルが適用できる、そういった使い分けになります。はい、さあそれでは JAX の話はここまでにして、次ですね、まあ、この JAX と組み合わせる上位レイヤーのライブラリ FLUX OPTUX についてお話していきたいと思います。まずはじめに FLUX の役割なんですけども、まあ、端的に言うとケラスとほぼ同じですね。あの普段ケラス使っている方ご存知かと思いますが、ケラスを利用するとニューラルネットワークを構成するいろんなパーツが、まあ、事前にモジュール化されているので、そのモジュールをこうブロック形式で組み合わせることで巨大なニューラルネットワークを簡単に定義することができました。まあ、それとほぼ同じことが FLUX で実現できます。今一例として画像を分類する、まあ、画像認識の典型的な、畳み込みニューラルネットワークの絵が描かれていますが、この絵を FLUX で実際のコードに置き換えたものが左側のこちらのコードになります。これコードの一行一行とこのニューラルネットワークの図を見比べていただくと分かるんですけども、このニューラルネットワークを構成する一つ一つのレイヤーですね、左から右に向かって順番にそれぞれのレイヤーが対応する、この FLUX が提供する NN.というモジュールを使って順番にこう実装されているというのが読み解けるかと思います。はい、まあ、このあたりはケラスとほぼ使い方同じなんですけども、ちょっとだけケラスと違う FLUX のユニークな特徴がこの一番下の青い箱のところになります。これはFLUXを使ってニューラルネットワークの計算内容を順番に定義していってるんですけども、これ Python の if 文を使って条件分岐をしているんですね。まあ、ちょっとこの条件分岐の中身はマニアックになっちゃうんですけども、これ普通に計算すると、一番最後にソフトマックス関数である画像があるカテゴリーである確率値、確率の値を計算して返すっていう実装になってるんですけども、今私ちょっとある理由があって getLogits っていうオプションを指定して、組み込んであげて getLogits が true の場合はソフトマックスで確率に変換する直前の値、これ一般にLogits と呼ばれる値なんですけども、 Logits の値を直接、返却する、そんな感じの実装にしています。でもちろんケラスの場合もこういったニューラルネットワークの中で条件分岐する、条件によって計算処理を分けるっていうことはできなくはないんですけども、ケラスでやろうとするとケラス固有のやり方、ケラスのバックエンドモジュールっていうのの使い方を覚えていろいろこう工夫しないといけないんですね。で、FLUX の場合はこれ FLUX 固有の知識は、まあ、ほぼ不要です。普通に Python の知識があれば Python の if 文を使って条件分岐をする、まあ、あるいはやろうと思えば Python の for 文とか while 文を使ってループ処理を回すといったこともニューラルネットワークの中で実装できてしまいます。まあ、やれることはケラスと一緒といえば一緒なんですけども、 FLUX 固有の知識がそれほど必要ではない。普通に Python の知識があれば条件分岐とかそのループがニューラルネットワークの中に簡単に組み込める、まあ、その使い始める時の学習の敷居が低いっていうのがちょっと FLUX の特徴じゃないかなと思っています。はい、こんな感じでニューラルネットワークが定義できたら次は何をするかというと、まあ、このあたりは機械学習の処理の定番ですね。普通に誤差関数を定義して、でこの誤差関数を JAX で微分して誤差関数の勾配ベクトルを計算して、で例えばアダムオプティマイザーのような勾配効果法のアルゴリズムを使ってニューラルネットワークのパラメータを修正する、まあ1回だけ修正する1回の学習ステップを実装して、であとはこれをフォアループでぐるぐる回して学習処理のトレーニングループを回していくと、そういった使い方になります。でただ正直この部分に関してはちょっと今日ケラスとの比較が多いんですけども、ケラスに比べると面倒といえば面倒です。これもケラス普段使っている方ご存知かと思いますが、ケラスであれば1回ニューラルネットワークをモデルとして定義してしまえば、
あとはフィットメソッドっていうのを実行すれば、もうその中に誤差関数の処理だとか、学習のループが全部こうブラックボックス的に実装されているので、自動で全部勝手にぐるぐる回すことができます。自分で誤差関数やこの学習ステップをこうプリミティブに自分の手でこう実装する必要はありません。まあ、ただこれ逆に言うと、Keras の場合は事前にこういろんなものがブラックボックス化されているので、そのブラックボックスの中をこう覗き込んで、ちょっと自分だけの独自のチューニングをするとか、ちょっと研究的に新しい実装を試してみるっていうのが、逆に若干やりにくいんですよね。そのケラスの非常に深い知識がないと、そのブラックボックスの中身を自分でいじるっていうのが、なかなかやりにくくなっちゃいます。で、それに対して、このフラックスの場合は、誤差関数とか学習ステップも自分で実装するので、これ見てわかるように普通に Python の関数ですので、まあ何か独自の工夫ですね。ちょっと特殊なチューニングをするっていうのが比較的気軽に Python の知識だけでできてしまうっていうのが大きな特徴じゃないかなと思っています。で、もちろんこれ誤差関数や学習ステップを自分で実装するといっても、その全てを一から自分で実装する必要はありません。ここで役に立つのがもう一つのライブラリ、オプタックスになります。このオプタックスっていうのは機械学習でよく使われる誤差関数の中身や勾配効果法のアルゴリズムをあらかじめライブラリ化しているので、まあ、ここではそのオプタックスが提供するライブラリをうまく組み合わせて、比較的簡単にシンプルにこの誤差関数や学習のステップの関数を実装するということをやっています。まあ、ちょっと一例をご紹介すると、今使っているニューラルネットワーク、画像分類のニューラルネットワークですので、誤差関数としてはクロスエントロピーを使わないといけないんですけども、クロスエントロピーの関数1から実装するのバカバカしいですよね。まあ、オプタックスがあらかじめこのクロスエントロピーの関数を用意してくれているので、ここではこのオプタックスが提供するクロスエントロピーを使って、非常に短くコンパクトにこの誤差関数が定義できているという形になります。まあ、同様にこの学習ステップのところでも、実際のコードでは、これ私、アダムオプティマイザーを使っているんですけども、アダムオプティマイザーを自分で実装しているわけではありません。オプタックスが提供する、まあ、事前に用意されたアダムオプティマイザーをうまく組み合わせて使うということをやっています。はい。まあ、というわけで、ここまで話を聞いていただくと、先ほどのこの全体像の図が分かってくるんじゃないのかなと思います。一番ベースにあるのがこの JAX で、まあ、こいつが GPU や TPU といったアクセレーターを使った非常に高速な数値計算機能を提供しています。特に機械学習の場合、重要なのは、ここですね、微分を計算する微分計算機能になります。で、この上にフラックスがあって、まあ、フラックスを使うと、ニューラルネットワークを先ほどお見せしたように簡単に定義して、で、誤差関数を定義して、その勾配ベクトルを使って、アダムオプティマイザーなどの勾配効果法のアルゴリズムでパラメータを修正する、このループがぐるぐる回せるという形になります。で、もちろんこの誤差関数や学習アルゴリズムを実装する部分は、一から自分で実装する必要はなくて、このもう一つのライブラリですね、オプタックスが提供する誤差関数やアルゴリズムをうまく組み込んで、組み合わせて使っていくと、そういった役割分担になります。はい。まあ、という全体像が分かったところで、ちょっと簡単に、JAX フラックスのメリットをまとめておきたいと思います。ここは人によって感じ方違うと思うので、あくまで私の個人の感想になりますが、まあ、私的にはやっぱりこの真ん中の青色の部分ですね。今まで何度か喋ってきましたが、JAX フラックスの場合は、誤差関数とか学習ステップを自分で書いていくので、まあ、面倒といえば面倒なんですけども、その部分がブラックスボックスにならない、まあ、自分独自の新しいチューニングとか、新しいちょっと凝った実装を研究的にいろいろ試していく場合は、非常に便利に使えるということになります。まあ、これも先ほど話しましたが、その自分の実装をいろいろ試すときに、特にその JAX とか FLUX 固有の知識はそれほど必要ないんですね。普通に Python の知識があれば、
Python の if 文とか for ループを使って、まあ、独自の実装をどん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 作り込んでいくことができるというのが、まあ、特徴メリットじゃないかなと思います。なのでもうその定番のモデルでただ学習だけできればいいというわけではなくて、まあ、ちょっと研究開発用とですね、独自のチューニングとか実装を試してみたいっていう場合に、この JAX-RAX っていうのは特に便利に使えるんじゃないのかなというふうに思っています。あ、で、ただ、この JAX-RAX、Keras みたいにフィットメソッドがなくて、ちょっと面倒って言いましたが、もちろんやろうと思えば、独自のフィットメソッド、オレオレフィットメソッドを実装して、モジュール化して使えますっていうこともできちゃいます。まあ、実際これ私もやってるんですけども、JAX が提供するいろいろ便利な補助機能があるので、そういう補助機能を組み合わせて独自のフィットメソッドを作り込むと、モジュール化して使えますっていうのも全然やろうと思えば簡単にできてしまいます。はい、というところで JAX-RAX の、まあ、概要のご説明は終了ということになるんですけども、もうちょっとだけ時間が余っているので、もう一つ若干マニアックな JAX-RAX の特徴を紹介させてください。それは何かというと、FLUX でモデルのオブジェクトを作ったときに、そのオブジェクトの中にパラメーターの値が含まれていないんですね。まあ、これもKeras と比較すると分かりやすいかもしれません。Keras の場合は、モデルのオブジェクトを作ると、その中に学習中のパラメーターの値が埋め込まれていて、まあ、学習のループを回すと、その埋め込まれたパラメーターの値がどん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 変わっていきます。で、これもある意味便利といえば便利なんですけども、やっぱりブラックボックスになっちゃうんですよね。学習済みのパラメーターの値をこう覗き込んで、ちょっとここの値だけ実験的に手動で書き換えてやるみたいな、そんなことをやろうとすると、またこれ Keras 固有の特殊なテクニックがいろいろ必要になってきます。で、一方この JAX-RAX の場合はどうなってるかっていうと、JAX-RAX で定義したニューラルネットワークのオブジェクトは、あくまでそのニューラルネットワークの計算内容が定義されているだけで、まあそれと組み合わせるパラメーターの値は入っていないんですね。実際のパラメーターの値は普通に外出しで、まあ、Python のディクショナリーオブジェクトとして、用意する形になります。まあ、なので、これ、ニューラルネットワークを使って何か計算するときは、そのニューラルネットワークに入力するデータとともに、外部にあるそのディクショナリー形式のパラメーターをセットでこう横から入力するという形になります。まあ、とにかくそのパラメーターが外部に取り出されているので、これ普通に Python のディクショナリーオブジェクトなので、まあ、この値の中身を覗き込んで、ちょっと特定の一部の条件を満たすパラメーターだけを更新するみたいな、そういった、なんでしょう、こう、リバースエンジニアリング的な、そういった処理が、やっぱりこれ普通に Python の知識だけで、Python のコードでいろいろ便利にできてしまうと、そういった特徴があります。で、じゃあ実際にそのパラメータを覗き込んで書き換えるとか、そのパラメータを取り出して使うのってどんな場合があるんですかっていうことになるんですけども、まあ分かりやすい例はこちら、転移学習じゃないかなと思います。まあちょっと転移学習の詳しい説明は今日できませんが、既存の学習済みのこう畳み込みフィルター群があって、このフィルター群を他のニューラルネットワークからパカッと切り離して持ってくる。で、その後ろに新しく自分独自の分類器をくっつけて、このくっつけた分類器だけを追加で学習する、そういったのが転移学習の例ということになります。まあ、こういった処理を実際コードで実装しようと思うと、その他のニューラルネットワークの一部を切り出してくるとか、こうパラメーターがたくさんあるんですけども、このパラメータは固定して、こっちのパラメータだけ学習するみたいな、そういう処理を実装する必要が出てくるんですね。まあ、これも実は JAX-RAX の場合であれば、なんでしょうね、非常にこう、自然に実装できる。Python の知識を使って、Python のロジックでそういった処理がどん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 作り込めるという形になります。まあ、これも下にURL が出ていますが、この URL を開いていただくと、この転移学習を JAX-RAX で実装した実際のコードのサンプルが出てきますので、
まあ、ちょっとご興味ある方はこのリンクからノートブックを開いて、まあ、ジャックスフラックスで点学習を実装したら、あ、こんな風になるのかっていうのを、見ていただければいいかなと思います。はい、さあそれでは最後まとめに入りたいと思います。本日は、まあ、最近よく耳にする新しい機械学習のライブラリ JAX をご紹介させていただきました。この JAX というのはもともとは Google の AI 研究チーム Google Brain のメンバーが、まあ、自分たちの研究用に開発した、まあ、そういった数値計算のライブラリということになります。これ TPU とか GPU で非常に高速に数値計算ができるんですけども、まあ、これだけで機械学習ができるというわけではありませんと。この JAX をベースとしたさらに上位のライブラリ、今日は FLAX、OPTAX をご紹介しましたが、まあ、そういった上位ライブラリと組み合わせることで機械学習の一連の処理ができるということになります。はい、そしてその組み合わせの役割分担の全体像がこちらですよね。まあ、ちょっとこれごちゃごちゃしてはいるんですけども、中身は本当に機械学習の典型的な処理になります。まあ、機械学習の処理の流れが分かっている方であれば、まあ、これをじっと覗き込んでちょっとここだけ変えてやろうみたいな、そういった独自の工夫がいろいろ簡単に便利に実装できるというのが大きな特徴ということになります。はい、では私からは以上になります。ご清聴ありがとうございます。中井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではですね、Q&A タイムに入っていきたいと思いますけども、最初にね、中井さんとさっき話してまして、JAX ってみんな使ったことがあるのかなというふうなことだったんで、質問させていただいてます。今、10対1ですね。ノーの方が多いですけども。はい、やっぱりまだ、はい、使われてない方が多いみたいですね。うん、はい、まあ、これを機会にぜひ皆さんの入門していただければと思います。そうですね、逆にこのイエスの方は結構先進的に使ってらっしゃるんだなっていうところはありますけども。そうですね。うん、はい、ありがとうございます、あ、2人。じゃあですね、質問の方に、いきたいと思います。よいしょ。じゃあ最初の質問ですけれども、JAX や FLAX を使った事例などは出てきていますでしょうか。何かご存知であれば教えてくださいというところですけれども、はい、いかがでしょうか。はい、質問ありがとうございます。はい、さっきのセッションの中でも喋ってたんですけども、JAX、FLAX はどちらかというと研究開発用途に適しているので、うん、何かこうリアルな本番環境で JAX、FLAX でこうデプロイしているっていう事例は、正直それほど効かないですね。ただ逆に JAX フラックスって Google の、 研究チーム Google Brain の人々が開発したもので、はい、Google の研究者が自分たちの研究開発に結構積極的に盛んに使ってるんですね。うん、まあ、なので冒頭で、Google クラウド の公式ブログの例も紹介しましたが、うん、まあ、その Google の研究チームの最新 の、 そのモデルの成果みたいなものは今どんどんこの JAX ベースで公開されてきているので、まあちょっと本番環境の事例というよりはそういう最新の研究事例に触れてみたいという方に特にお勧めしたいなと思います。うん、なるほど、ありがとうございます。もしかしたらセッションの中で話されてたかもしれないですけども、そもそも論ね、Google というと結構テンサフローとか有名だと思うんですけども、なぜこう JAX とかを開発しようとしたんでしょうね。まあ、中井さんに聞いてもなかなかわからないかもしれないですけどもそういう質問疑問もあるんですけども、この辺どうでしょう。そうですね、はい、まあ Google の中 の、 その開発者とか、まあ、特に研究者の場合はその何か製品としてものを作るっていう側面とは全然別に、その自分たちの開発用に自分たちの研究用に必要なものをどんどんこう作っていくっていう文化があるので、まあ、そういう意味で結構いろんなそのフレームワークみたいなものが独自のものがいっぱい登場しているっていう面はあるかと思います。で逆にそのユーザーの立場からするといっぱい出てきて俺たちどれを使えばいいの、どれがおすすめなのっていう感じになる面もあるかとは思いますが、まあ、一応今フォーマルには Google クラウドではテンサーフローとかケラスが、うん、一番そのサポートが手厚く、なっているので、
まあ、例えば Google クラウド上で本番環境で何かこうマシンラーニングのモデルをこうデプロイして使うとかっていうのであれば、まあ、TensorFlow Keras が現状としてはおすすめかなと。まあ、ただ逆にその自分たちのその新しいモデルをこう研究開発してみようっていう方は、もしかしたらこの JAX-RAX 使っていただくと、あ、これは便利だって思っていただけるのかもしれないなと思います。ありがとうございます。次の質問ですね。JAX の入門書でおすすめはありますかという質問をいただいてますが、いかがでしょあ、はい、これもいい質問ありがとうございます。これ、私が把握している範囲では、今、その日本語の JAX の入門書ってないはずなんですね。もし見逃してたらごめんなさいなんですけども。で、実は今、私、こっそり日本語の JAX の入門書、JAX を使ったディープラーニングの入門書を一生懸命書いているところなので、多分問題なく進めば、来年の前半ぐらいには、公開できる、出版できると思いますので、ちょっとぜひそれを楽しみに待っていてください。ブログでも私さっきこう検索してたら中井さんのブログが見つかったんですけれども、もう書かれてますよね。そうですね、はい、ちらちらと書いたりしていまありす。がとうございます。じゃあそちらをちょっと待ってくださいという回答になりますね。あと、これも私思ったんですけども、TensorFlow とかだと結構コミュニティとか TSFlow とかあったり、するんですけども、JAX とか、こういったコミュニティ界隈で何か、アップデートとかあったりするでしょうか。あ、そうですね。まあ、さっきの質問で JAX 買ってますっていう人がまだそんなに多くはなかったので、ちょっとコミュニティの中でも JAX そのものをこうディスカッションするっていうのは正直まだあんまりないですね。まあ、ただこれ言っちゃっていいのかな。TensorFlow の勉強会とかでも最近の傾向を見てると、TensorFlow そのものというよりはもっと広く機械学習全般のその勉強を会してることが結構多いので、まあ、ちょっとそういう中で新しい話題の一つとして、今日話した JAX とかフラックスの話も今後盛り上げていけたらなと、いうふうに思ってます。ありがとうございます。最後の質問ですね。フラックスでのニューラルネットワークのサンプルコードはどちらかに公開されていますでしょうかと。はい。さっきのセッションでお見せしたもので言うと、まあ、セッションの中でこう URL が出てたと思うので、そちらから参照してください。で、それ以外のもうちょっとジェネラルな一般的なサンプルコードっていう意味では、そうですね、何かここにこうコードがまとまってるっていうわけではないんですけども、まあ、結構オープンソースの、フラッグスベースの何かこう実装っていうのは結構たくさんいろいろ公開されているので、さっきお話したように特に Google の研究者が盛んに使っているので、まあ、ちょっとそのあたりは GitHub とかでいろいろ検索していただくと、まあ、JAX フラックスベースの、そういうモデルの実装、参考になりそうなものはいろいろ出てくるかと思います。はい。あ、もちろん私が今執筆中の本の中でも、いっぱいコードが出てくるので、それも楽しみに待っていてください。ありがとうございます。それではですね、QA もこちらで終わりたいと思います。中井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。